無事無事最強の日用品。まずはどの家庭にも一つは常備されている消火スプレー。その最強版と言われるもの。男はこう語る。我が社の消火スプレーはどんな日でも絶対に消すことができます。どんな日でも消す消火スプレー。激しく燃え上がる炎、さらに手に吹きかければ なんと全く熱さを感じなくなる。まさに魔法のようなスプレー。消せないものはありません。消せない日はない。一方この男は究極のバーナーです。究極のバーナー。日々工場や工事現場などで使用されるバーナー。バーナー鮮度を超える炎で金属を切断するのに重宝されている。暑いからねバーナー。そんな中今までの常識を覆すバーナーが。その訳はなんと水中でも消えない。これもすごいぞ。まさに最強のバーナー。このような環境に置きましても絶対に火が消えません。火が消えることは絶対にない。ここで一つの疑問が生じた。絶対に火が消えないバーナーにどんな火でも消す消火スプレーを吹きかけた時、一体どうなるのか。消えるのか消えないのか。火花中炎の矛立て対決。楽しみ。まさにザ・ホコタテです、ね、でもなんかまさにホコタテなのに、うん、来るの遅くないですか。やんわりとスタッフを批判しないでください。一生懸命やってるからね。まあ、おじいってね。でもさっきのスプレーのやつ手につけて、はい、で火の玉を持って、どういうことですか、ね、あの人はびっくり人間じゃないよ。ほこたとたと、むじむじむじ。ここにこんなことを言う男が。当社で開発したバーナーは絶対に炎は消えません。絶対に火が消えないバーナー。そう語るのは炎の侍坂本翔一65歳。坂本さんが勤めるのは福岡県福岡市にある酸素アーク工業株式会社。バーナー一筋40年、年間20万本ものバーナーを製造する業界のパイオニアです。中でも最強のバーナーがこちら SL318。 酸素ボンベからつながるチューブの先に長さ3メートルの鉄製の棒を取り付けたこの製品。先端に火をつければまるで花火のように燃え上がる。その炎の温度は6000度。そんなバーナーの最大の特徴、それは水の中でも消えないこと。ではなぜ消えないのか。そもそも燃える物質と酸素とが結びついて火は出る。例えばガスバーナーであればガスと空気中の酸素が結びつき火を放つ。一方水の中では酸素が少ないため消えてしまう。しかし最強バーナーはパイプ状になっていて内側から酸素を送り込み先端を溶かしながら燃焼する。水の中であろうと酸素を送り込んでいる限り火は決して消えない。うわ。ただし棒そのものが短くなっていくため5分しか使えない。どんどん溶けてくるんだ。その炎はまさに驚異の一言。やってきたのは海。最強バーナーを持って潜ってもらう。これはすごい。海の中だ。酸素ボンベから酸素を送り続けているため火は消えない。そして海中で金属の切断に挑戦。ほらほら海ね。これはすごいよ。
ったり成功。ちなみにこんなことも可能。焼くってことでしょ。焼けるの。生トウモロコシ。トウモロコシを海の中に沈め、最強バーナーの火を当てる。焼きトウモロコシ。いける焼きトウモロコシ。味付けをする塩味で。極意を。トウモロコシは海中で焼きトウモロコシに。焼けるだろう。雨が降ろうが、風が吹こうが、絶対に、炎は消えません。何があろうが火は絶対に消えない。一方こんなことを言う男が。我が社の消火スプレーはどんな火でも絶対消すことができます。どんな火でも消すスプレー。そう語るのは火消しの飛行士、舘野俊幸29歳。舘野さんが勤めるのは千葉県柏市にあるムアム株式会社。こちらの会社では消火剤など様々な商品を輸入販売しています。中でも最強と言われるのがこちら、その名もコールドファイヤー。製造元はアメリカ。全米では人気の高い消火剤として知られ、軍などの国家機関にも導入されている。海藻から作った秘密の消火剤を噴射することで火を消すという。その消火力とは、天ぷら油の火も。新札油でしょ。だポリエステルのカーペットも。いや新札襖も。消火力の秘密、それは燃焼物を包み込み、酸素を遮断し、熱を急速に奪います。酸素を遮断する。細かい霧状であるため、わずかな隙間にも入り込むという。あれこれやばいね。そしてもう一つ、熱から守ってくれるというすごい特徴があるんです。熱から守る、それは驚きの能力だった。おもむろにスプレーを自分の腕に吹きかける箸。そしておよそ1300度もの炎を放つガスバーナーを取り出すと、なんと炙り始めた。熱から守ってくれるという特徴通り、腕は全くの無傷。そのわけは、実はこのスプレー、吹きつけたものをコーティングし熱を遮断するという性質を持っているから。マジで最強の消火スプレーです。これぞ最強。ならばパフォーマンスタイム。登場したのは工業用のガスバーナー。その温度実に4000度。家庭用のおよそ4倍の火力で鉄筋など軽々と切断する強者だが、果たして消火できるのか。噴射口を包み込み、見事消火成功。余裕です。朝飯前ですね。余裕の朝飯前。最強バーナーの実力とは、パフォーマンスタイム。まずは通常の消火器。果たして消火開始。消火器が空になってもなおバーナーの炎は健在。パフォーマンスタイム。続いて登場したのは高圧洗浄機。スイッチを入れれば毎分30リットルの水が放たれる。水の勢いで火を消す作戦。果たして、
分にわたり150リットルの水を開け続けたが、最強バーナーの炎は全く消える気配なし。もう炎がもう大好きですね。炎大好き。やんちゃだね。解決のルールを説明します。消火スプレーは2本同時に何本使っても OK とします。消火スプレーを最強バーナーに吹きつけ、バーナーの火が消えたら消火スプレーの勝ち、火が消えなければバーナーの勝ちとします。もう最強で究極でしょうね。最強で究極、最強で究極です。こちらも最強で究極。絶対勝ちます。絶対勝ちます。絶対火が消えません。絶対に消します。今が散る両者の意地とプライド、果たして勝利の女神はどちらに微笑むのか。いやいやいや、こちらもすごい実力でございましたから。日本使いも見てみたいですよね。そうね、日本使いもですね。どうやっていくのかというのね、あれも気になりますけれども。この対決、国士舘大学理工学部教授岸本健と、青山学院大学理工学部助教高峰愛子に解説をしてもらいます。岸本先生、お伺いしたいんですが、どちらが勝つと思われるでしょうか。消火剤の方がわずかに分があると思います。なぜ、これはなぜですか。消火剤は燃えるものを吸収し、燃えなくすると同時に強烈に冷却します。この冷却によって消えるんじゃないかと。なるほど、冷却すると。さあ、そして対する高峰先生はどちらが勝つと思われますか。私はバーナーが勝つと思います。あ、ありがとうございます。さあ、なぜでしょうか。それは先端だけ冷やしても、その内側が発火点を超えてたら自然発火するんです。なるほどね。ですから無理じゃないかと、はい、これはどうしたら。レギュラーメンバーの皆さんもそろそろ、いや、これはね、気を固めてください。ちょっと本田ちゃん30分ちょうだい。30分もやめてください。それでは皆さんの予想は全自動ほこたてシステムで発表します。全自動ほこたてシステム、お願いします。女性陣が2人ともそちらへ行かれましたが、さあ、まだゲストの佐藤さん、やっぱ大きさが違かったじゃないですか。はいはいはい。あとやっぱ6000度ではこう経験してないし、はい、4000度のガスバーナーもちょっとちっちゃかったじゃないですか。まあそうです、勢いがやっぱ強いと思って、あの勢いをちょっと、これだけのスプレーじゃないですか、もっと大きい消火スプレーだったらこう任せられるかもしれないんですけど、じゃ小さいですよね、なるほどね。さあ、そして対するこちらね、消火スプレーだと、はい、やりましょう。単純にそもそも火は消せないといけないですよね。それはそうです。そのためですけれども、ね、ちょっとやっぱ29歳僕同い年で共感もできますし、ちょっとね、前髪見る感じチャラそうでしょ。こうまず1本で攻めて冷えてきたとこ2本目みたいな。出してください。そこが多分ね、俺出ちゃうんですよ。こうやりながら行くよってこっちも出しちゃうと。2本目空になっちゃったとか、やらなきゃ出てる。そんなことは、ね、絶対消します。ヒデさん、はい、いかがでしょうか。一見ね、バーナーの6000度すごいすごいって言うけれども、はい、見てて分かるようにものすごく散ってたでしょ、火花が、うん、実は4000度の方が束ねられてるんですよ、ということは6000度の方が隙間が多いってことなんですね、なるほど。それでそれだけスプレーが入りやすいってことなんです、4000度のが束ねられてるんです本当は、ですだから入りにくいんですね、にもかかわらず消したじゃないですか、ということはあんだけ散ってるってことは絶対に消火スプレー入ります、いや、わかんないんですけど、中山秀さんがうんちくが長いと負ける可能性が高いって聞いたから、で今回ちょっと長かったんで勝てるんじゃないかなって。なるほど、秀さんが狙う。言いますよ、
その通りです。やめなさい。やめなさい。やめなさい。対決当日。決戦の舞台となるのは福岡市にある酸素ワーク工業の本社内。最強のバーナー坂本は静かに相手を待ち構えていた。知られますので全力なんてございません。余裕です。余裕シャクシャク。一方こちら福岡空港、行け。最強の消火スプレーを引っ提げ、田代が単身相手本拠地に降り立った。多少緊張はしてます。勝ちに来ました。ああいい、ね、絶対消します。絶対に消す。消えるのか消えないのか、いよいよ対決の時。文字通り火花散る対決がここ福岡で始まろうとしています。圧倒的な自信とともに対戦相手を待ち構える坂本翔一。ゆっくりとスーツ型で現れた最強の消火スプレーゴールドファイヤー田代。今両者が相対します。深々と一礼。この対決も横田で名物の名刺交換。初めまして、酸素ワーク工業の坂本でございます。年の差36歳差の両者が今名刺を交換しました。どのような商品でございますかね。はい、我が社の自慢の商品をお見せしたいと思います。はい、ここは論より証拠。まずは田代が最強の消火スプレーを出す。あと腰元に携えていた。これが我が社自慢の最強の消火スプレーコールドファイヤーです。これがって感じだよ。姿を現したコールドファイヤー。坂本はどう思う。表情を変えない田代。粉末の消火器ですか。これは液体の消火剤が中に入っておりまして、まあ、これ100本を持って来られてもうちの商品は絶対炎は消えません。100本もいりません。必ず消してみせます。オッケー。それではうちの商品をお見せします。今度は坂本が絶対に消えないバーナーを紹介します。これがシャープランスだ。この商品は、当社が製造して、絶対火が炎が消えない、シャープランスという、消耗性のバーナーでございます。バーナーですか。炎を消すことができますかね。笑顔でさらに挑発する坂本。絶対消します。さあ勝つのは絶対に消えないバーナーシャープランスか、それとも最強の消火スプレーゴールドファイヤーか。舞台は整った。対決スタート。作業着姿に着替えて両者がこれから対決へと挑みます。気合の表情は田代。どんな日でも大丈夫です。絶対に火を消します。厚手の手袋をつける坂本、その心中はいかに。火が消える原因がございませんから。さあどんな火でも消す消火スプレーコールドファイヤーか、絶対に火が消えないバーナーか、いよいよ対決が始まります。このランス棒の中にコールドファイヤーの成分が入って、そして酸素を遮断できるかどうか、運命の一瞬が近づきます。さあ消してみせるかコールドファイヤー。このまま火を燃やし続けるか、最強のバーナー。さあ今対決が始まった。果たしてどのあたりにこのコールドファイヤーをかけていくか田代。相手の出方を伺う坂本。仲間たちもこのあたりは興味津々。さあまずは左手のコールドファイヤーをかけ始めた。そして今度は右手、二刀流で攻めていこうという田代です。アメリカが生んだ化け物がこの日本の実力を上回っているか。棒の先端部分にしっかりとしっかりとこの辺りをかけていく。坂本も相手を伺う。歯を食いしばってコールドファイヤーをかけ続ける田代。状況は変わらないか。どう転ぶか。6000度の炎をコールドファイヤーが消し飛ばせるか。さあ消火スプレーを渡すにものに変えた。燃えろ。さあ気合を込めてコールドファイヤー二刀流。さあ気合を込めてコールドファイヤー二刀流。やばいという声は坂本。仲間たちも固唾を飲んでここは見守る。ここで一気に押し切れるか。果たして勝敗の行方は。好事就要成双，仙侠世界七日终极内测，不好玩双倍退款。さあ気合を込めてゴールドファイヤーに投入。さあ気合を込めてゴールドファイヤーに投入。やばいという声は坂本。仲間たちも固唾を飲んでここは見守る。ここで一気に押
初勝利です。坂本が笑顔でガッツポーズ、そして仲間たちからは拍手が起こりました。いや悔しそうな田代、すごいですね。リベンジできたらしたいと思います。リベンジを使う田代、あのサイズにしては消化能力は、かなりあると思います。いい商品です。相手の力をしっかりと認めた坂本翔一、6000度を超えるこの情熱のぶつけ合いは見事絶対に消えないバーナー、坂本の勝利です。プライドをかけ真剣勝負を繰り広げてくれた両者に、惜しかったね。ありましたけども、あの消火剤の液をバケツにバンってぶっかけりゃよかったんじゃないかな。あ、まあまあそれはどうだろうね。やっぱでも最後の中山さんのうんちくが効いたんだと思います。あれが短かったら勝ってたかもしれない。本当にいい試合だったと思います。そうですね。だって俺のせい。気をつけるよじゃあ。